さあそして続いては橋本恵理子ちゃん。はい、はい、AKB48 などアイドルが大好きで、アイドルについてなら1時間は話せると答えてくれてるんですけど、じゃあ私たちがストップというまでアイドルの魅力を熱く語ってもらってもいいですか。はい、では、はい、よーいスタート。では AKB48 の魅力をお話ししたいと思います。はい、AKB48 は曲のシングルの雰囲気やジャンルが毎回違うくて、今作と前作はすごくかっこいい雰囲気なんですけど、うん、その前の失恋ありがとうやサステナブルは清楚な感じやかわいい雰囲気で、毎回シングルごとによってファンの方もメンバーの方々の表情やダンスが違うので、すごいそこが楽しめるところが魅力なんじゃないかなと思いました。おー、すごい監督、はい、なんか評論家、評論家の切り口だよね本作と前作がすごい、あ、まだいけますか。好きなことが、曲のセットリストを勝手に作ることがすごく好きで、いつか17期生で単独コンサートなどをした時のも考えたりしていて、もう考えてあるの、考えてます。すごい、いいですね、はい、じゃあそろそろありがとうございます。すごい、これも特技なんじゃないですか。確かに AKB 愛ということでね、嬉しい。うん、